星とし。 星と深夜。 Thank you.
ジュエリり。君たちも噂話。確かに流行の話題というより、俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。おい、ちょっと待ってくれ。怖いということは別にないが、ま、闇夜の英雄と。うわ聞いてなかった。だから噂によると彼は真夜中にのみ現れ、わ、正直に言うと、そ、ま、酔っ払って暴れるを喜んで歓迎するな。話によると目撃者は数人いるよ。それが少なくとも闇夜の英雄の花。とにかく俺、興味があるなら広場の方で聞いてみたらどう。闇夜の英、ただ一体と。なんでライオンス。闇夜の英雄はね、この私よ。ごん、はぁ、あ、私似た育成層の夜、ずっと門戸を守り己マーガレット。いいえ、その英雄さ、はあ、持ってるものだけが精神的な豊か。英雄が出てくる物語の多くもそういうそんなことないわよ。ほとんど同じ意味だろう。そうだ、ジョーも遅番の日。15、16、いい感じだ。どうせますます賑やかになってきましたね。ようこそ。君たちも何を隠そう。まあそう焦らないで。あの夜見回り。そしたら何者か。だからどうい、え、その瞬間、そのものがまとう黒い服、悪人たちにとって。おい、そして俺はどうしたと思う。いや、闇夜の英雄の前では。だから俺は騎士団の寮へと確認。あの者のように正義感があり。見けど寮を確認したけど。じゃあ騎士団の。そうなるね。しかしあの者の実力なら。結局お前も闇夜の英雄の正体が。そう落ち込むな。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。あそこの女性は。浮気なんかし。なあ、闇夜の英雄。あ、ごめんなさい、少しぼーっとして。あ、まさか顔に出てたとか。もうどうしよう。ディルックさん。あ、え、もともと私が。あの夜闇夜の。じゃあ闇夜の英雄。覚えてるのは心が安らぐような炎の光と、まさか、そう、運命の人だから。わか、これまでのセピロス騎士で、うわ、ここまで調べたんだか。夜の城内でも歩いてみるか。夜になったな、城内を歩いてみるか。運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。
しゃいませ。衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？はあ？本人なのに知らないのか？くだらない噂話だ。まあ。ひひ。これ、それでさ。その名で呼ばないでくれないか。だよな。闇夜の英雄はダサい。ねえ、せえ。せ？正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ？アビス教団だ。またあいつら。最近何やら悪巧みをしているよう。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。組織師団には役に立たないや。安心して背中を預けられるわけがない。称賛されるためにやっている。君たちの話し相手に付き合ったんだ。あ、なんだ？僕の正体を内緒に。特に騎士団の人間には僕。あれ、今何か音がした。ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。さっきここで何か物音が。何か異常。異常？あ、闇夜の英雄のことか。それなら闇夜の英だ。そう。おお、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。だ。いや、待て。お前たちがモンドに来る前。だ。なぜ嘘を吐いた。まあいい。だが闇夜の英雄の件で、この場所では言えないことも。仕事があるから。このについて何か話したいことがあるみたいだな。騎士団に行って話を聞いてみるか。来てくれたん。この間の闇夜の英雄の件について。それもそうか。実は。うわ、へったくそな字。ああ、ほぼ共通語ではあるが、暗号のようなところも多々ある。読めるところだけ見ると大体の内容はわかるがな。これはアビス教だ。つまり闇夜の英雄は。その通りだ。可能であればなるべく早く
彼と共に。これは闇夜の英雄一人だけではなく、モンド全体に関わる問題だからな。ああ、何か。アビス教団からの果たし状か。大変。なことになるぞ。早くディルックの旦那に教えてやろう。ディルックの旦那、今騎士団で。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ暁ワイナリーの情報網はビジネス。じゃあディルックの旦那はどうする。君たちの意見を聞かせてくれ。それではアビス教団の奴らは僕と騎士団の間に確執があると感づき、僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は権力を握っている組織というのは。アビス教団の奴らなんて。無論方法はある。だが情報が果たし状にわざと隠されていた。あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状ではなく、や双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄は。僕は長いことやつアビス教団が僕という目標を見据えることで、ただ奴らのことに詳しいだけだ。でも読んで。簡単さ。奴らの拠点はすでに把握している。お客様かな。早く酒の用意を。はっ。
かつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創生の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。行くか。
こいつはどうだ？すまんすまん。
手を間違えたか。くらえ。よっ。やっせやよっよっ撤退だ。
見てこれるかな？おっ、ウサギ伯爵出撃。はっ、せや。こいつはどうだ。やっ、口の中しょっぱい。ほっ、貫け、どけ。
こん…
くん。呼吸来る。しい。すまんすまん、おとなしくしやがれ。これ こいつはどうだ。ほど、くそ。Thank you.
け、うっけ。星と新おとなしくしやがれ。
風と共に去れ。お前の匂い、いい匂い。腕、太くなった。
リサさんが前モンドでモンドは風そうモンドのリーユエスイレンはなあサイリーユエ絶運の間はバーバラは人気やフィッシュルはそういえばフィッシュルも自分のセーラを放とパイモンはすごく怖い悪夢を見たことってあるかあるこっち向こう雨雨うわうんほんとこういうおはよう一緒に朝お昼暗くのうんモンドあんたほら見て狩りなら私も得意だようさぎうんジンさんググプうわお前もサボることが騎士団の中ずいぶんこの雨どうし本当今日というよちょっと酒場に行かないか？おこれでか最近俺がひつさドラゴンス騎兵隊長の肩書きなんてた酒コードモンドブドウジュースへえお前ブドウジュースをそのままムダなじやすぼすかみ大丈夫いいおはい私にはよおやす自分私千年の歴君のことは気に入ってるわ理由言うわたです確か食べどんな量
かな。これこの瞬間お前は永遠を手にする。やっやっ、ウサギの匂い。Thank you.